皆さんこんにちは、つぶです。今回ですね、Fランクキャラクター、ウェイト5のキャラクターですね、のモモンジャについて見ていこうかなと思います。まあ、PVP でモモンジャが、まあ、ゴーストよりも、ワンチャンね、強いんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとね、いろいろ研究してみたんですが、まあ、結論から言いますと、おそらくね、ゴーストの方がやっぱり強いかなと思ってるんですが、まあ、環境によったら、モモンジャも全然ね、使っていけるんじゃないかなというところがあるので、今回はね、それについて、まあね、動画にしていこうかなと思います。まず、モモンジャについて、まあ、ちょっと知らない方も多いと思うんで、性能の方をね、見ていってから、1試合ね、最後にやっていこうかなと思うんですが、まあ、HP が790の守備力215と、まあ、ちょっと HP 盛り装備にはしてるんですが、まあ、HP 盛りしたゴーストよりも、まあ、耐久力はね、ちょっとね、高くなっているような感じになっております。まあ、このちょっとの耐久力の差っていうのも、まあ、実際ね、戦闘の中ではワンパンされるかされないかのラインって結構あるので、まあ、ここはね、結構優秀なんじゃないかなと思います。で、才能開花特性の方で2つ優秀な、まあ、才能開花をね、習得してるんですが、まず1つ目が、才能開花特技のモモンジャダンスですね。自分中心の周囲1マスで、範囲内の仲間すべての攻撃、守備、素早さ、賢さを、20% の確率で上げることができます。ですが、10% ですね。ごく稀に、非ダメージ上昇状態にするということで、まあ、ダメージをね、多めに受けてしまうっていうデメリットも、まあ、10% なんですが、発動するような感じになっております。で、もう一つが、ラブリーな尻尾ということで、行動開始時に周囲1マス、まあ、隣接している仲間ですね。仲間すべてのテンションを 10% の確率で上げることができます。まあ、なんで、テンションを上げることができないキャラクターも、まあ、これでね、テンションを上げて火力をね、出していくことができますね。まあ、ウェイト5でこの2つの特性があることによって、まあ、例えば、PVP で待ち合いですね。待ち合いと言いますか、お見合いになった時に、まあ、どっちが出るかみたいなのになるじゃないですか。で、その時に、まあ、ポップ、ゼシカみたいな感じで、後ろでね、待つような戦術を取っていた場合、まあ、モモンジャが待機ターンにもモモンジャダンスやラブリーな尻尾で、まあ、テンションバフやステータスバフをかけれるんで、ゴーストよりも待合戦術においては向いてるんじゃないかなと感じました。ただし、やっぱりね、ゴーストよりはトータル的に見てはちょっと弱いのかなと思ってますね。ゴーストは、まあ、呪文になってますので、まあ、通常攻撃もね、割と火力出せるんですよね。まあ、200ぐらいなんですけど、弱点ついた時に。まあまあ、ウェイト5で200ぐらい出せて、しかも確定追撃も持っているし、その追撃に対しても 10% の休みっていう判定もあるので、まあ、やっぱりね、ゴーストよりは弱いかなと感じました。まあ、対応力はね、全体的に見てゴーストの方が高いですね。まあ、モモンジャも移動力3ありますので、まあ、僕はね、まだ習得させてないんですが、メダパニとかね、ラリホを習得させれば、まあ、それなりのね、体上係としても活躍できますし、待機ターンにはさっきも言った通りね、モモンジャダンスやラブリーな尻尾で、まあ、仲間のバフを進めれるということもありますので、まあまあモモンジャもね、全然ありなんじゃないかなというところで、1試合ね、最後に見ていこうかなと思います。まあ、ただね、このモモンジャダンスの火力アップと守備力アップってところはね、毎回発動してくれたら嬉しいんですけど、素早さアップに限ってはまあ、待ち合いになってしまった時に必ずしもアップした方がいいとは限らないんで、まあ、そこをね、コントロールできないっていうのも、まあ、ちょっとね、モモンジャダンスの弱いところかなと感じました。ということで、最後にね、一試合見ていこうかなと思います。はい、ということで、対戦よろしくお願いします。お相手、あれですね、マームとポップ、A ランクの方を採用されている、珍しいですね。で、僕のロトの方が早いんですが、ちょっと奥配置になってますので、これは、今回はね、後ろで待っていこうかなと。なんで、モモンジャの周りで待機していく。で、モモンジャのね、行動開始時の、テンションアップを活かしていこうかなと。まあ、ゴーストであれば、こういった待ち合いになった時に、ゴーストやってね、ただ待機するだけなんですが、モモンジャであれば、テンションアップや火力アップっていうところも狙っていけるのがいいところかなと。まあ、お相手もね、A ランクポップがいるので、まあ、3ターン待てばベタンがね、強くなるということで、まあ、待った方が強くなる戦術なんでね、今回待ち合いになりそうですね。まあ、ですが、待ち合いであれば、まあ、望むところですね。うん。これで、モモンジャでバフをガンガン進めていきましょう。まあ、バフのね、乗り方はかなり運ゲーなんで、まあ、強くなるかわかんないんですが、ベタンだけね、ちょっと警戒はしていきたいっていうところはある。
で、ホワイトフォレストがどう来るか。その場で森の守護神かな。一歩前に出てきて森の守護神。で、モモンジャ行動開始時に周囲のテンションを上げるんですが、今回は発動しないと。では、モモンジャダンス打っていきましょう。いやー、ちょっと早すぎて読めないんですが、火ダメージ上昇が発動してしまいましたね。今回、ゼシカが火ダメージ上昇ですね。で、ポップはね、今多分守備力が賢さアップしてますね。ということで、火力アップしていってる。これはでかいですね。まあ、なんで、どうしようかな。ちょっと前に出ていって、イカズチの剣戦で、マーム休み狙い。オッケー、これはナイスですね。で、ゼシカはこっちまで行って、ココナッツジュース打っていきましょう。これでモモンジャの周りを囲んでおく。メトローは、どうしようかな。ちょっと悩みますね。もう一旦待ちましょうか。もう一旦待って。こっちかな。まあ、テンションアップ欲しいけど、一応右に移動しておく。で、お相手ソロが前に出て天空の剣撃。いや、これはちょっと痛いですね。マームは休み入っている。よし、では、カイザーフェニックス打っていきましょう。いいですね。かなり火力が高い。で、モモンジャがね、もう一回テンションアップ入れてくれると熱いんですが、フォレストがラリフォー習得してますね。バハムートはスカラと、前に出てきて、メガフレア。おっと、ロットギリギリ耐えていくが、これはポップのメラゾーンまで落ちちゃうか。で、フォレストは、ラリフォーを狙ってくるか。あ、ラリフォーはバハムート入ってきたので撃てないですね。ってことは森の守護神を撃ってくるかな。バーンに対してメラゾーマーですね。バーンは復活してくる。あ、ラリホーで、ロトを眠らせてくるといった感じの作戦ですかね。左に行ってラリホーと、あ、普通に落とせますね。落としてくると。よし、じゃあ、モモンジャはどうしようかな。どっちのステータスを上げに行くか。ポップ上げに行きましょうか。ポップをモモンジャダンスで強化していく。今回のステータスバフは特に意味なかったかな。モモンジャ自身の攻撃力とかアップしたかな。ちょっと見にくかったんですけど、またスプラッシュで、オッケー、上2体落とせるんで、こっち落としておきましょう。で、次が僕のポップですね。ポップは賢さアップしてるので、メドロアの火力もいい感じに上がっているんですが、イオジモンじゃさすがに落ちないか。メラギラ落ちない。ということは、ポップはちょっと落としときたいんで、メドロア打っていきましょう。まあ、これでまたモモンジャの周りに寄せといて、まあ、テンションアップをワンチャンね、もらっていけたらという感じでやっていきます。よし、で、カイザーフェニックスで、フォレストドラゴン落としていく。で、ホワイトバハムートなんですが、対戦ありがとうございました。はい。ということで、まあ、こんな感じでね、まあ、モモンジャーがいれば、後ろでね、待ち合いになった時に、こんな感じで運ゲーのバフを進めれて、今回では、ポップの火力が、まあ、一段階アップできたのと、まあね、それで、どんだけ恩恵があったかって言われると、今回の試合ではほとんどなかったんですけど、まあ、それでもね、素早さをまくれたりだとか、まあ、耐久力もね、守備力アップとかがあるんで、まあ、狙っていけるし、火力アップも狙っていけるということで、ウェイト5にしては、割とね、ロマンはあるんじゃないかなと感じました。はい、ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。